皆さんこんにちは。武士の食卓チャンネルの氷見あかんなです。今日はですね、本当にね、私の大好きな彼女ね、宮崎まどかさんと言います。彼女はですね、食医の2期生です。食医の勉強をしていただいて、本当にね、優秀な成績でね、本当にこの笑顔でね、成績を取ったようなもんです。はい、笑顔点数でしたね。そのようなことでですね、晴れて食医になり、そしてですね、皆さんにこれから食医って何っていうこととか、日本の歴史、そして精神性、そして食文化ですね、一番大切な日本の和食文化をですね、みんな仲間たちと共に日本、そして世界に、そして後世に残していくという活動を、これからまどかちゃんがですね、頑張ってやってくれてます。やって、今もやってくれてます。そしてそれを皆さんにお届けしたいなと思いましてですね、このような武士の食卓チャンネルの中で、皆さん今からとっても大事なことを言います。まどかのかまどチャンネルっていうようなことでですね、今からまず第1回目と思ってください。まどかのかまどチャンネル、今から始めたいと思います。ちょっとだけ自己紹介。宮崎まどかです。氷見あかんなさんの食医講座の2期生です。楽しい仲間たちと一緒に和食、食文化について学んでます。はい、ということでですね、なぜまどかちゃんを一番最初にこちらのゲストに呼んだのかというとですね、多分氷見あかんなラブが一番強い人だなと思ったから。やっぱりそこが一番大事、そこが一番大事。ということでですね、今日はまどかちゃんにね、ちょっとね、説明をしていただきたいなと思っていることがあるんです。それはどういうことかというと、今から皆さんに画面を見せます。ちょっと読んでみてください。ということでですね、この内容ね、武士のね、食卓三原理と言います。これはですね、和食の食卓三原理と考えていただくといいと思うんですが、この武士の食卓の食医がですね、皆さんに伝える一番根幹、一番の腰をですね、日本の和食の歴史を伝えるのに3つの三原理としてまとめたものがこちらです。まどかちゃんが今からみんなに優しく説明していただきますから、分かりやすく説明していただきますから聞いてください。まず1番目ね、はい、日本人の質素な日常食、これってどういうことなんですか？これは、昔から一つの 食事の中に海のものと山のものを入れる、取り入れることがいいと言われてて、海のものは要は下地ですよね、地のもので、山のものはお天道様にたくさん当たってるので、うん、天のものという陽と陰、明るい天、日差しをいっぱい浴びたものと浴びてないものを両方取り入れるっていうことになります。なるほどね、陰と陽のバランスをとって、天地の力をいっぱい浴びたものをこう質素にね、シンプルにね、いただくっていうことですかね。お刺身と煮物とかそんな感じですかね、ということですかね。はい、はい、わかりました。ですから日本人の質素な日常食、一汁一菜、七汁二菜が一番ね、健康食でね、お味噌汁とお漬物とおかずとご飯っていうのがいいんですかね。そういうことになるんでしょうね、まあ、お味噌汁も海のもの、お漬物は山のものになるので、なるほど、はい、わかりました。そしてですね、2番目いきましょうか、はい、ね、京王の宴、これは簡単に言うと大名と大名の接待料理の命がけの接待っていうことですね。武士の食卓の観念から言うと、これについてですね、まどかちゃん、はい、節目で天地の力を解き放つ祝祭を祝うって書いてありますけど、はい、なんかどういうことなんだろう、これ。これは日本は四季、春、夏、秋、冬の4つの四季があって、それぞれ秋分、あと、ね、夏至とかそういう夏を分けるっていう4つの季節があるんですけど、それを細かくすると24節気っていう24個の
説明をこう分けることができるんですが、それぞれにそれぞれに合ったご飯調理法っていうものがありますよって、うん、一番その節気って分かりやすいのが3月だったらひな祭り、うん、でこれはまあ桃の花が咲く頃にやる節句、うん、で女の子の成長をお祝いする、今だったらケーキ食べてわーいかもしれないんですが、昔は親が娘の成長を祈ってもてなすっていう風にしていたそうです。で5月だったら端午の節句、今子どもの日って言われてるのかな、それなんか昔で言うと男の子は元服してお城に上がって勤めに行くっていう制度みたいなのがあったんですが、要は親があなたはこれからお城お殿様に仕えて働くのよっていうお祝いですかね、親がしてあげられる、喜ん今心情的には喜んでお城にはあげられないと思うんですが、そういう男になったのよっていうふうに息子をもてなす料理っていうことになるそうです。まどかちゃん、はい、愛ですね。愛です、どっちも愛ですね。家族の愛です ですね。お母さんの愛で、ね、娘のために、ね、低層観念をしっかりと盛り込んだ、ね、そうですね、お雛様の節句のお料理ですね。ね、そして端午の節句なんかもね、そのおばあちゃんやおじいちゃんたちのその家を守るというような思いが込められたね、鯛で祝ったりとか、そうですね、ね、そういうことですね。そういう節目節目をとても大事に日本人はしてきたということなのかしらね。そうですね。だから節目節目料理だと、うん、魚だったら腹開きにしないで背開きにするとか、うん、そういう調理法も本来はあるんですが、今はもう焼いて終わり、その辺の好きなものをデリバリーしてきてケーキ出して終わりになってると思うんですが、本来は親が子供の成長を祝っておもてなしをするという、じゃあ親の手作りで愛情手作りで子供たちをもてなすということなんですね。なるほどね。皆さんどうでしょうか、ね、私子供たちに子供をもてなしてきたかなってちょっとね少し反省もありますね。はい、はい、じゃあ次3番目いきましょうかね。はい、で三原理なので3番目、はい、自然のリズムっていうのは太陽の動きのことで、うん、春夏秋冬の節目のごというんですが、一番分かりやすいって言ったあれなんですけども、春だったら春のお彼岸の時によく言うぼた餅、これはお餅になぼたっと落ちるようなお餅にあんこをつけたわけではなくて、ぼたんの花が咲く頃のお彼岸だからぼた餅、同じもので秋になったら萩の花が咲く頃のものでおはぎっていうふうに言い方が2つあって、そういう感じで季節を取り入れたり太陽の動きと入れたことで名前も変わってくるっていう。なるほどね。え、日本人って本当にこの花鳥風月っていうこの自然をね、自然を感じることをとても大事にして、その食べるものも季節によって名前が変わるということなんですね。全く同じものなんですけどね。なるほどね。この日本人の繊細なその季節に対するね、天というものに対するね、その畏敬の念を感じられますね。なるほどね。ということでね、私はですね、今日まどかちゃんに聞きたかったことがあって、まどかちゃんは愛する旦那さんもいらっしゃるし、子供たちもいらっしゃるよね、そういったことの中でですね、この一番最初の三原理の中の一番最初の日本人の質素な日常食というようなことで、ね、まどかのかまどの日常食っていうのは、例えば毎日食卓に上がっている定番というものありますか？ズボラなので、上がるっつったら米。ご飯。ご飯ですね。はい、ご飯は必ず。一応炊くようにはしてます。なるほどね。ご飯もね、いろいろあると思うけれども、
また変えてます？玄米になったり五穀米になったり、白米になったり、例えばあの炊き込みご飯とか、うん、そういうするときは玄米をちょっと混ぜたり、うーん、おかずによって変えたりしてます。うーん、なるほどね。あと子供たちの健康ってあるじゃないですか。なんか子供たちの健康のために一番気をつけてること、例えば調味料であったり、いや水にうちはこだわってるのよとかあったりもすると思うんだけど、宮崎家はどういうあれですかね。うーん、できるだけ化学調味料を使わずに、だし、うん、だったら昆布とかつおで取るとか、うん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 、できるだけ自然のものを取り入れるようにしてます。なるほどね。でもちゃんとね、きちんと食卓を守ってらっしゃる奥様でいらっしゃるからすごいなぁと思いますけど、皆さんね、こちらにね、まだお二人の いるお二人の生徒さんがいらっしゃってですね、口だけでもいいから、音声だけでもいいから、なんかまどかちゃんに質問ないですか？どうぞ。はい、いつもね、すごいまどかさんすごい博識で分かりやすく教えていただくんですけれども、うんうん、何でしたっけ、まどかさんね、なんかいろいろ教えてくださったね、なんかルーツみたいなのがありますよね。それをぜひ、なんで、はい、いつもさ、はい、いつもさ、なんとかさんに教えてもらってるじゃないですか。なんとかさん、秘伝のとか、秘伝の伝来のとか、博識の知識は、薙刀を持った、うん、はい、ケウさんですね、うちの祖母ですね。ケウ、ケウ、ケウっていう名前なんだ。ひらがなでケウって書いて、本当はキョウって読むらしいんですけど。なるほど、キョウさん。ケウって書く。あ、昔のね。字でね、なんか京さんからじゃあ一番心に残る、うんうん、あの何、家訓じゃないけど、うん、あの孫に残した一番大事なことって何ですか？うん、常に心は水郷で、うん、相手が自分のことを映しても動じることないようにって。なるほど、ね、自分も波風立てないで、うん、常に心は水郷に、まあできてないと思いますけど。なるほどね。もういつも本当に見ての通りの朗らかさ、その秘訣ですね。もう見習いたいんですけど、何かこれだけはっていうものとか、はい、なんかありますか？自分を曲げない。おお、自分を曲げない。うん、まあこれってね、なんかね、難しいんだよね。難しいですよ。もう私みたいなひ弱な人間はね、すぐね、ひろひろ人に話し合わせちゃうしね。ね、本当にすごいよね、自分を曲げないってね。うん、やっぱりね、あのしっかりとあの幹が生え、あ、しっかり根っこができてるっていう、やっぱりそれもね、ケウさんの、キョウさんのおばあちゃまの教えかしら。そうです、常に自分をなくしていき生きたら、それは人形と変わらなくて、自分の感情も気持ちも全部蓋をしたら、それは自殺と変わらないって。だったら自分らしく生きてよと。誰に何を言われても胸を張って、自分を殺すことなく、自分を曲げることなく、自分らしく生きるってとっても難しいし、自分らしいってみんな分かんないんだよね。自分が分かんないんだよ。分かんないですね。そう、自分って何なのっていうところから来るじゃない、普通は。でも、まどか姫の場合はね、まどか姫の場合はね、あれなんだよね、もうおばあちゃんに叩き込まれてるから、もうしっかりもう自分持ってるんだよね。一つだけやり方としては、頑張らないこと、生きることを頑張らない。なるほど。頑張ってるってことは無理してるってことなので、それは自分らしくない。自然体ってことですか？なるほどね。誰にどう思われても、これが自分なんだからっていう、そこは曲げない。なるほど。私頑張ってんだよ、どうしよう。でもね、その頑張りもやりたいからやってるだけの話だけどね。なるほどね。まだなんかお二人ないですか、まどかちゃんに。なんかいつも憧れのまなざしで。そうですね、だから、ね、ちょっとお聞きしたいのが、やっぱりそん
のようなね、あの素晴らしいおばあ様がいて、でまどかさん今ね、あの、うん、愛する旦那様とあのお子さんね2人っていうことで、なんかあの家族に対してなんかちょっとまあおばあ様の教えも多分根本にあると思うんですけれども、うんうん、何かこうなんか接する上でちょっとおばあちゃんからこういう風に言ってたから、うん、まあ私も基本的にこうするんだよねみたいな接し方ですとか、なんかそういうのをぜひ教えてください。何でしょう、うん、愛も家族も日常なので、うん、自分の日常と同じように接しろと、全くやりたくなかったら手を出さないし、本当に何ですかね、頑張らない、全てがなそのままっていうんですかね、ありのままっていうかね、接するね、あれだよね、水のようにね、液体にもなり固体にもなり気体にもなり、ね、水のように澄んだ心の窓が姫でございます。はい、ということでですね、なんかね、まどかちゃんにもね、また第2弾もありますよ、まどかのかまどは。はい、まあ、それとですね、またね、次々とですね、職員の生徒たちはたくさんいますから、順番にまたこのような形で皆さんにね紹介していきたいと思います。ということで今回はですね、武士の食卓チャンネルね、食位が語る、今日はまどかのかまどチャンネルでした。ということで第2弾は、まあ、また近日中にね、あのちょっと撮影しましょう。今日はですね、初めての撮影でしたのでちょっと皆さん緊張しているのと、一番緊張してないのが私でございましてですね、あのもっと楽しく、もっと楽しく笑いをいっぱい入れながらということでですね、世界一の YouTuber を目指して頑張っておりますので、皆さんどうぞ応援してください。ということで武士の食卓チャンネル、まどかのかまどチャンネルでした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大きな拍手。